こんにちは、ヨサクです。今回はですね、 FFB 減塩戦争のお知らせ動画を見てまいります。もしよろしければチャンネル登録や高評価何卒お願いします。新名跡に関するですね、まあ、重要なアップデートが来ているんで、そちらから見ていきましょう。まずですね、結構ありがたい機能が充実しておりまして、こちら一番上ですね、新名跡今まで作った時なんですけれども、まあ、気に入らない能力の場合なんですが、いちいちですね、画面を戻ってから、そしてまた分解して、でもう一回作るという画面に移ってっていう、結構ね、めんどくさかったんですけれども、それがですね、非常にまあ簡単になると。この連成した場合に能力が気に入りなかったら、おそらくまあイエスノーで能力、これでいいですかみたいなのを聞いてくれるんでしょうね。で、気に入らなければ即分解して、また再び作り直すことができるというね、そういった機能が追加になるということでね、これは非常にありがたいですね。そしてですね、まあ、一つ飛ばしまして、こちらですね、能力統合についてもですね、重要なアップデートが来ます。今までですね、その例えば、まあ、バイタル同士だとですね、能力がね、移せなかったんですよ。これどういう仕様だったのかわかんないですけれども、なんか知んないけれども、直接移せずに、例えばバイタルからエイムに移して、エイムの石からバイタルに移さないと能力の、統合ができないということですけれども、今度からそれが変わりますと。タイプが一致している新名跡でも、不可能力の統合ができるように回収。これ非常にありがたいですね。ですので、アップデート終わったらですね、私もいくつかストックしている能力がありますんでね、早速能力統合していこうと思います。そして、さらに嬉しいのがこちらですね。能力の統合が上限に達している時なんですけれども、能力の上書きが行える機能、これはありがたいですね。今までね、その能力が2つとも入っていた場合なんですけれども、これどっちかをですね、能力を別の石に移さないといけなかったんですね。で、さらにですね、別の石というのが、SSR 以上じゃないと隙間がないんで、その貴重な SSR の石にいらない能力をつけないといけなかったという、そういう仕様だったんですけれども、まあ、今度からはその上書きができるようになりますよということで、いや、これもね、私、一気にね、能力の統合がね、どんどん進むようになるなということで、非常にアップデートとしてはね、大歓迎でございます。運営さん、本当ありがとうございます。はい、続いて召喚についてなんですけれども、まあ、バレンタインイルディラ実装ということなんですが、ですね、これは前々から私動画で、出しているんですけれども、減塩戦争では必須級のカードがありまして、それがピックアップされるという、ことですね。こちらです。伝えられない気持ちです。パーティーアビリティで属性を問わず運が 35% 上がると。で、この運というのは命中、それから回避、両方にもね、役立つということで、まあ、なかなか攻撃が当たんない、回避キャラ使ってるけどなかなか避けないっていう方、もうこれはね、もう必須級のカードでございます。はい。これはもうこのチャンスはね、逃す手はないです。もうほんとそのためにね、もう、石、もう一気に使っていただきたいなと思います。で、結構ですね、なかなか召喚の内容も、緩和されていると言ってもいいんじゃないでしょうかね。この、5ステップアップ10連召喚、これ無償の原動石ですね。で、チャレンジすることができると。でですね、天井が1万原動石となってます。そこで伝えられない気持ち1枚確定ということになってますね。で、間のですね、5ステップまでで、この召喚メダル500枚、ゲットできますんで、おそらくまあ今までの、まあ、召喚であれば、これ欠片に、変えることができますんでね、非常にいいと思います。で、なおかつステップ3では伝えられない気持ちの欠片が25枚ゲットできます。で、さらになんですけれども、まあもちろんショップとかもね、売ってるようになると思うんですが、なんとですね、はい、来ましたね、ギルガチャですね。1日3回チャレンジできるギルガチャでもって伝えられない気持ちがですね、これ、10枚、
毎日ね獲得することができるということになっております。ですので15日のメンテナンス終了後から、こちら実装ということになりますので15、16、17、18、19、20、21、22ということで、22日は違いますね、朝の4時59分ということなので日付が変わらないうちということになりますので、このギルガチャでもって、70枚、合計ゲットすることができると。ステップ3まで回すことによって、先ほどの召喚の内容だと25枚ゲットということでございますので、まあ、95枚がですね、まあ、伝えられない気持ち1枚確定までの間にかけらがゲットできるということになっておりますんでね、まあ、ショップで買うかけらというのはかなり、抑えられるんじゃないでしょうか。またこちらビジョンスターもね手に入るということですので、このビジョンスターでは期間限定のかけらもね、交換することができますんで、まあ、おそらく今回のバレンタインのそのキャンペーンを通せば伝えられない気持ちね、今まで持ってなかった方もこれ貫突狙える、レベルの、すごい緩和のキャンペーン来たと思いますので、これはね持ってない方はねぜひともね入手していただきたいと思います。まあ、バレンタインイルディラ欲しいという人もいるかもしれませんけれども、伝えられない気持ちとどっちを取りますかっていうと、もう迷うことなく、もうこっちの方がね、いいと思います。まあ、おそらくバレンタインイルディラは回避キャラだと思うんですけれども、その回避の性能もこのカードがないと、活かすことができないんですね。で、なおかつ、今回のアップデートでもって、各ジョブのですね、運、器用さ、素早さの参照値が、情報修正されるという、そういうアップデートも来て、くるということですので、まあ、運の果たす役割っていうのがさらに大きくなるのかなと一応予測しております。ですので、ぜひともね、こちらのカード持っていない方は、この機会にゲットお願いします。はい、他のお知らせもね、魅力的なお知らせが来ております。そして JP 受け渡し機能ついに実装に至ります。まあこれは前々からお知らせでね何度も何度もね、まあアップデートの予定の中に含まれていますということで、これがなかなか実装されなかったんですが、ついにですね、備わるということですね。はい、余った JP をですね、まあ、例えば特定のキャラね、昔からいるキャラクターとか JP が余りまくってると、でその使い道が今までなかったんですけれども、これをですね、まあ、プールに溜め込んでですね、で、他のキャラたちに割り振るという機能がついに実装ということになります。まあ、これが一体どこのそのメニューから移れるのかっていうのはちょっと見た限りではわかんないんですけど、まあ、おそらくキャラクター画面から、遷移することができるのかなと思ってます。こちらもですね見逃せないポイントということになっております。ぜひとも活用したいです。最後にですね、異界の書庫のイベントが一つ追加になります。東方遥かなりですね、私の記憶があってたら多分属性ミッションとスコアメダルミッションは未達成のものになりますので、こちらアップデート来たらですね、早速、1日1回無料で、イベント開放できますんで、開放してですね、スコアメダル、欠かさずゲットしとこうと思います。で、同時にですね、イベントメダルもこれ復刻になるみたいですね。過去、なんていうんですか、異界の書庫でイベントメダルがゲットできるっていうことはなかったんですけれども、東方遥かなりの場合はですね、イベントメダルも復刻ということになるみたいです。で、東方遥かなりを開放している間だけですね、イベントメダル交換所でその、ゲットしたメダルで、まあ、レシピなり素材なりをゲットすることができるということですのでね、こちらもし取り忘れているものがありましたらですね、ぜひともゲットされることをお勧めいたします。というわけでね、今回は、お知らせ動画でございました。普段こういったものはね作らないんですけれども、あらかじめ予告していた、伝えられない気持ちがねいい形での復刻ということになりましたので、もうこれはねうちのギルメイさんに限らず、ゲットされていない方はね、もう必ずね、ゲットされた方がよろしいかと思います。これをね、伝えたいがためにですね、動画を作成したようなもんです。それから、まあ、
お知らせの中では詳細はまだ触れられておりませんが、器用さ、素早さ、運の参照値が、まあ、各ジョブでもって上昇するということですので、これはですね、まあそのどういった内容なのか全く分かりませんけれども、戦略にすごい影響が出てきそうだなと思いますんで、この点については有識者の方のツイッターですね、それが今後見逃せないかなと思いますのでね、引き続き情報を追っていこうと思います。ではですね、もしよろしければチャンネル登録や高評価何卒お願いします。それと私普段はですね、夜の7時半から9時までの生配信を中心に活動を行っております。現在は FFB 幻影戦争と、それからレトロゲームを交互にですね配信をさせていただいておりますので、もしよろしければそちらも気軽に遊びに来てください。洋作でした。失礼いたします。